この夕日にね、輝いているのは、はい、大虎の桶ですね。こっちは綺麗ですよね、輝いてますね。大虎の桶です。はい、今日は10月、30日ですね。はい。いつもとね、ちょっと違うね、配信入ってきました。あー、すごく光のカズラですね、これね、光のカズラだと思います。光のカズラ、はい、見事なね、私は水際のエメラルドとね、呼んでますけどね、本当にこのグリーンが綺麗でね、鮮やかですね。水際に沿ってね、ありますね。結構点在してますよ。絨毯みたいになりますね。あ、ここにも綺麗なカモジゴケがあります。本当にこれグリーンがね、綺麗ですね。カモジゴケはですね、このね、ちょっと濃いめのグリーンね、これがね、特徴ですよね。これがね、すごくね、山の中では輝いて見えますよね。これね、ちょっとね、水分がなくてね、縮んでますけどね、これね、多分風鈴桶だと思います。風鈴桶のね、ちょっと水分が抜けた状態ですよね、これね。多分間違いないと思います。この乾燥したね、風鈴桶ってね、ちょっとね、ここの辺なんかね、ヒノキの木がね、乾燥した時とね、よく見てます。